さんんこにちはタイ人僧侶のソムキットと申します。どうぞよろしくお願いいたします。これからの時間は瞑想セラピーの時間です。つまり、瞑想で内面の幸福に至るための時間です。今日も一緒に瞑想する前に、皆さんにある 話を紹介したいいと思いますこの話は夫婦の話ですがある女性は自分の悩みを僧侶にあの相談しましまたどういう悩みかというと彼女は思春期の時にご人今のご主人に出会ってですねそして このご主人は自分より10歳上です。このご主人と結婚しました。その時彼女はご主人,ご主人のことをすごく尊敬しています。彼の魅力も感じたし彼のその格好良さに惚れました。この人のためなら死んでもいいと。ですのでこのご主人と結婚して本当によかった。 幸せだなと思いましたしかし時間が長くすると彼女はご主人に対していろんな不満を感じましたその不満はすごく多くてまるで自分は墓場にいるみたいな状態ですですのでどのようにこの墓場から いわゆる愛の墓場から抜き出すことができるのかお坊さんに聞きました。それを聞いてお坊さんは彼女にこう言ったんですね。分かりました。ではあなたは私についてきてくださいと。そう言いながらですねそのお坊さんは彼女を山がよく見えるところまで連れました。 そして彼女に。こう聞きました。どうですか、あの山。どのように見えますか。お、あの山ですか。綺麗ですね。雄大で綺麗です。皆さん、富士山のことを思い出してください。富士山のように綺麗です。お坊さんはそれを聞くとですね。これから。目の前の山を。 登りましょうと言って登登り始めたんですよ登っている最中は一切の会話もせずただただひたすらすねこの山を登りましたしかし山の道は凸凹であるしあの道もよくないです彼女は疲れを感じそして あの不満を感じたんですどうして自分はこんなに疲れながらも山を登らないといけないのかとついその山の山頂ですねに至るとですねお坊さんは彼女に聞きました「今あなたはどう思いますか?」。彼女はすぐに答えました。 この山はさっき見たようにそんなに綺麗ではないと山の道もでこぼこだったしあの石ばかりがあったしこの山は綺麗には見えない今はあの山の方が綺麗に見えると <laughs> それを聞いてお坊さんは笑いながらこう言ったんですね。 恋人同士だった時にはあなたはまるで目の前の山を見ているような状態です。ご自身のことをまるで先のあの山目の前の山を見ているようなものですね。でも結婚した後は山を登っているようなものです。 見てるときは美しいけど登ると大変。結婚生活もそうです。結婚の前は美しく見えますが、家庭を持つこと、家族を持つこと。でも家族をどのように一緒に共に幸せに生きるのか、生活するのか、これはすごく大変です。お互いのことを理解し合わないといけないし、喧嘩するたびには 誰か自分をまあ避けないといけない相手を開げないといけないし相手は非であれば自分も見水にならないといけない自分は非だったら相手も自分のことを理解してくれてあの優しく水になってまあ優しくになってくれないといけないですね。このように結婚生活は大変です そして人は比べてしまいます。自分の今の人生、今の生活、あの人のような、あの人とは、あの人と比べれば、自分の人生は良くないと。でも、皆さんは、他人の家族の幸せそうな家族を見ても、ね、本当は彼も彼なりの問題がありますから、悩みもありますから。 でですので今自分がどのように幸せに生きるのかは自分の考え次第です。今気をつけますかあの気づいてますか今この山に立っていられるのはこの元の山のおかげです。 周りのきれいな景色を見ることはできないです。今立てる山のおかげですね。同じように家族の人もあなたは彼らに支えら,支えられなければ今のようなあの生活はできないです。不満よりも感謝しましょう。感謝すればあなたの 世界が変わります感謝すればあなたは幸せになりますからですので今日からですね感謝の気持ちで家族と一緒に暮らしましょうご主人であれば自分の奥さんに自分の子供に感謝する子供であれば自分のお父さんお母さんに感謝する不満を持つ家庭は永遠に幸せを感じられないです 感謝を持,つ持っている家庭はですね永遠に幸せを感じますから今日から幸せになるのか不幸せになるのかあなた次第ですではこれから瞑想の時間に入りたいと思いますよろしいですかじゃあ瞑想しましょう瞑想で感謝な気持ちを調子させましょう まず目は、軽く、優しく閉じましょう。眠りにつく前のように、ゆったりとした気持ちで、ここに安心していて座ります。 緊張したり、焦ったりしないように、ゆったりと気楽に行いましょう。2、3回ぐらい深呼吸をしましょう。喜びを感じながら、息を深く吸い込み、 心のすべてのわらかまりを吐き出します。息を吸い込むときには、その空気が皆さんの鼻を通して体内に入っていてお腹の真ん中くらいまでに吸い込みます。 吐くときには、そのお腹から空気が出ていくるように感じましょう。リラックスして、楽に、ゆったりと行います。自分がたった一人で、 気持ちよく座ってると感じましょう。この広大無限の夜空の下でゆったりと座ります。さあ、リラックスしてゆったりと 休みましょう。そうすれば、体も心も徐々に解放されていきます。眠ってる時のように気が楽になり、ゆったりと 内面からの幸福を感じましょう。では、深呼吸をやめて、自然に呼吸をしましょう。次に、全身の筋肉をリラックスさせましょう。 頭から足のつま先まで上から徐々に下までリラックスさせていきます楽に行いましょう頭をいつも 考えすぎたり、いろんなものことを抱えてしまったりしているところです。特に、おでこや、目の周りの筋肉、そこの緊張感を緩めましょう。眉間のところ、 顔全体全細胞のべての緊張感を解き起こします首のあたりへ両肩へ肩の力を抜きましょう今まで背負ってきた すべての責任や思い悩みなどすべて,てをおろしましょう。両腕、手の指先まで徐々にリラックスさせていきます。 眠っている時のように気楽に気楽に行いましょう胸のあたりやお腹へ背中腰へ足の指先まで すべての緊張やすべての力んでる場所をリラックスさせましょう。そうすれば、体も徐々に解放されていきます。まるでこの体が茶盆玉になったかのように、 なってきます。あるいは、空を浮かぶ雲のように、軽く、軽くなってきます。焦ったり、頑張りすぎないように、リラックスして、ゆったりと、 ชิมาโชหลักคืนนี้สบาย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 ต้อยยูนว่าคีหลักคืนนี้ลีลักก็สื่อต้อยอิมิดเซสเซเบเตโนโมโนโก 一時とおろしましょう。会社やお仕事、抱えている問題こと、家族のことや明日のこと、今までの悩みなど、すべてのことから自分の解放しましょう。 そうすれば、心身ともに軽くなりますから。どんなに重い物事でも、この人生において、ほんの一部の期間にすきません。いつかこの問題事がなくなります。 いつまでも終わらない問題ではありません。ですので、その心配ことで悩まないでください。すべてを下ろせばよくなりますので、すべてを下ろしましょう。まるで 今まで皆さんが重い意志を背負ってきています。もう重い、もう我慢できないと思ったら、その重い意志を下ろせばいいわけです。人生に起きているすべての悩みを下ろせばよくなりますから、 おろすことで幸せはおのずから皆さんの人生に集まってきます。ですので、ゆったりとすべてを手放しましょう。まるで自分がこの世界に 生まれたばかり赤ちゃんのように、責任もなく、心配こともありません。あるのは、無邪気で、幸せな気持ちだけです。そうすれば、心も解放されていきます。 羽を広げ空を羽ばたく鳥のように自由になっていきますゆったりとこの楽な気持ちを味わいましょう楽になりゆったりと すべてを下ろしましょう。今自分がたった一人で気持ちよく座っていると、このどこまでも広がる夜空の下でゆったりと休んでいます。 体もすべての緊張から解放され、心もすべての物事から解放されました。自分の体はまるで周りの空気に溶け込んでいきます。 体の中には宇宙空間のように何もないところです。内臓もなく骨もなくあるのは宇宙空間のように空っぽであり、この体の真ん中に 大体お腹の真ん中にゆったりとしている空気が広がっていますそこには少しの緊張感もなくただただ気持ちいいな幸せだな そういうエネルギーが広がっています。ゆったりと内面からの幸せな空気を味わいましょう。自分の今の感覚、意識など、 体の真ん中、そのお腹の真ん中に意識を向けましょう。そこには広がりがあり、自由な空気に包まれています。ではしばらく、この内面からの ชียวเสนอนเดริกิโออาชิวัยมาโชยุดตาเรโตหลักคืนียุดตาเรโตหลักคืนีโอนาคคโนมันนาคนีอิสกิโอทอดเมสุสเขมาโช ゆったりと気楽に気持ちよくすべての,生き,の生き物たちの幸せを祈りましょう。この世界にはまだ苦しんでいる方々が多いです。 そのすべての方々がその苦しみから解放されますようにみんな仲良く平穏に暮らせますようにゆったりと広げてください楽に気持ちよく ゆったりと行いましょうそして最後にご自分のために祈ってくださいこれからの人生が毎日幸せでいられますように 皆さんの人生からすべての悪いもの,のことや悪い出来事が消えされますように皆さんが内面の幸福に至ることができますようにご自分の望みを祈ってみてください内面の御仏様が さんの願ทุกๆท่านที่มาสัมธาสติจะได้รับกานั่จยเหลือรากพระพันธเจ้าที่เส็นพพุทธนุ้าเวนะสัพีพรรมานุภาเวนะ サパパンカェソティーパーワンド皆さんがいつまでも幸せでありますように皆さんの人生からあらゆる悪いもの,のことが消え去りますように瞑想においては内面の幸福に至ることができますように記念いたします。 よろしいですか今回の瞑想少しでもリラックスできましたか本日の瞑想会はこれで終わりますが終わる前に皆さんにお知らせがあります東京の別院ですね荒川区荒川の3の78の子のところに対瞑想 タイボキヨメソセンターがあります。そちらでは毎週あの、毎週毎月ですね、ワンプラ、つまり、新月と満月の日にあの、ワンプラを行います。ワンパーというのはどういう日かというと、その日には、ネハンというところから、孤独というエネルギー、シアなセンエネルギーがたくさん この人間界に送られてきますその日に東京のセンターでは供養式を行います瞑想したりそして良いことをしたりですねその功徳を皆さんの亡くなられたご親戚にエコーすることができます。 ですので、ワンプラの日、つまり一番パワーが強い日、多い日に、東京のセンターに行って、僧侶とともにお経を唱えたり、瞑想したり、僧侶からですねお清明けを聞きましょう。では、次のワンプラ、つまり満月の日や新月の日に、東京にいらしてください。詳しい情報は、 あの対瞑想のウェブサイトにご参考ください。本当にありがとうございました。また一緒に瞑想しましょう。今日はこれで終わります。